ビジャリカは、チリノラ・アラウカニア州カウティン県の都市。面積1,291平方キロメートル。人口約4万5,600人。ビジャリカは、首都サンティアゴの南746キロメートルに位置する。標高246メートル。気候は穏やかで、毎年後から7月の秋から冬にかけては、雨季となり、湿度が高い。12から2月の夏は寒気に当たる。 市の周辺には東側のビジャリカ湖をはじめとして複数の湖があり、これらは海抜200から500メートルの標高にあるために温和な気候が好まれ、夏にはウォータースポーツや日光浴の名所として知られている。また、トルテン川などの河川では釣りやラフティングが盛んであり、滝などの継承地も多い。南東にはスキー場で知られる標高八百六十メートルの 富士山型ビジャリカ火山があり、付近はコニャーリペなどの温泉に恵まれている。市外から3 6トルの距離にあるこれら自然豊かな地は国立公園に指定され、環境が保存されている。市の経済はこれらリゾート地としての観光収入と穀物などの農業や落農、そして主要な産業である林業によって支えられている。 ビジャリカは1552年にヘロニモデ・アルデレデによって建設された。1554年のアルデレデの死より5年経過した後にガルシア・ウルタードでメンドサが再建した。1575年12月16日の巨大地震で町は壊滅したが小規模の町として成長していった。アラウコ戦争におけるクララバの戦いの後、 ビオビオがあの南の最後のスペイン都市であったビジャリカは3年の包囲を経て1603年2月7日に降伏し町は破壊された。破壊の直前町には現住民を含まない600人を超えるスペイン人が居住していた。降伏時には男性11名、女性13名が捕らえられただけであった。アラウカニア制圧作戦時の1880年代に再興された。 ありがとうございます。